今回の旅はなぜかいきなり喋ります。いきなりラウンジから始まります。東京駅に隣接する高級サービスアパートメント、オークウッドプレミア東京のご紹介をさせていただきたいと思います。行ってみよう。こちらのホテルは私も今回初めて知ったんですが、サービスアパートメントという仕組みのホテルになっていて、ビルの6階から19階に位置する東京駅に隣接したホテルになっています。外部からは簡単に出入りできない、セキュリティがしっかりした場所になっていて、ラウンジもゆっくりと楽しめる雰囲気でした。最近はホテルでプロフィール写真やイメージ写真を撮影させていただくことが多いんですが、ホテルの方がご厚意でいろんな部屋を紹介してくださってすごいありがたかったです。写真映えスポットが多くてなかなか部屋にたどり着けないくらいでした。とにかくお部屋が見ていただいたらわかるんですけど、広いし天井がすごく高くて、もう海外に来た気分を味わえるのがとっても良かったです。サービスアパートメントっていうのは、全てのお部屋に家具とかキッチン用品とか洗濯機とか乾燥機なんかがあるので、本当にホテルというよりはここで暮らすっていう考え方ですね。とにかくこのバスルームがかっこよくて、結構長い時間ここにいました。お風呂もしっかり入りました。でアメニティが全部ですねかっこよくて、すごい写真も撮ってますね。どれだけここにいたんだっていうぐらいお風呂の時間が長かったと思います。いつもはすごくカジュアルなホテルに泊まることが多いので、こんな感じで重厚感があるホテルに泊まるっていうのは私にはすごく貴重な体験になりました。この窓から眺める夜景が本当に最高で、時間がすぐに経ってしまうんですよね。本当に旅の夜はあっという間です。おやすみなさい。今日は絶対早く寝るぞ。